アイドマンをお呼びしてセンター試験の勉強を失敗しないためにはどうすればいいのっていう話もね、ありのままにね、話してもらえればと思います。でもセンターで失敗したことない人はですね、失敗します。ここのところ魔物が住んでるってよく言うじゃないですか。始まるよ。どうも、元気と大学生のセンスバルです。さあ、今回は新企画の2回目、スバルの部屋始めたいと思います。ありがとうございます。さあ、1回目はカナエをお呼びして勉強ができない人のね、特徴という話をしました。さあ、今どんな時期？そうだよね、センター試験近いよね、あと残り1ヶ月ちょいっていうところだと思うんですけれども、今回は現役東大生、そしてリーチで合格して、教育学部にね今所属している2年生のアイラマンをお呼びしてセンター試験の勉強を失敗しないためにはどうすればいいのっていう話もね、ありのままにね話してもらえればと思います。さあ、お呼びしましょう、アイラマンです。ハロディーやん。はい、やめて。はい、どうもこんにちは、笠原太郎兄さんのアイドマンです。はい、なんかそれこそ黒柳徹子さんの真似とかあ、できますよ。皆さんこんばんは、黒柳徹子です。こういう技もね、やっていきたいと思います。はい、ということで、まあ今回、もう一回改めて僕の方が紹介すると、はい、東京大学の2年生そうです。で、現役でリーチに合格して今教育学部、そうなんです、文典ね、結構珍しいって言われるんですけど、へー、そうですか。僕は逆に言うと、もう教育学部に行きたいがために、うん、東京大学に行こうと思ったというか。あ、じゃあもうそれも言うたらプランの、そうですね、もう理系の科目が得意だったんですけど、別になんかそっちに将来仕事にしたいとかはなくて、うんうん、教育学を学びたかったので、まあ、理系として入った後に分店できる東大いいなっていうふうに思って。確かに今もね、パスラバでこう教える方してますけれども、はい、すごい教え方もうまいんですよ。よろしく頼むぞ。はい、まあということで、まあ、今回、まあ見てるね、視聴者の特に受験生はセンター試験やっぱ近いんですよね。最近話題のあれですよね。まあね、共通入試がどうするかって最後のセンター試験とかね、言われたり。いや、わかんないですよ、もうなくなるかもしれない。結局ね、またセンターずっと続きますっていうことありえますから、わかりませんけどね。うん、確かに、はい、まあそんな中でこうセンター試験のありのままのリアルというか、うんうん、やっぱアイダモンがどういうことをこう経験して、まあそのアドバイス勉強法とかね、教えてもらえればと思います。ちなみになんか伝えられるんですか？そうですね、なんかセンター余裕と思っている人もいるっちゃいると思うんですよ、うんうんうん、特に東大志望の人とかはもうセンターなんて踏み台というかね、もうそうだね、足切りさえのことでは、そうそう、楽勝だとか思ってるかもしれなくて、僕も結構割とそういうタイプだったんですよね。そうだと思ったんだけど、センターで失敗したことない人はですね、失敗します。これはえ、センターまで失敗したことない人、そう、模試とかで全然なんか余裕、今までいけるいけるいける余裕に思ってる人はね、本番はやばいですよ。ええー、このところ魔物が住んでるってよく言うじゃないですか、うんうんうん。いや、僕の場合ちょっとやばくて、そうそう、もしね、英語とかはもう大問456で長文じゃないですか、うんうんうん、456っていう長文は絶対今まで落としたことなかったんですよ。落としたことがないんです。すごい。その前の例えば文法問題とか発音アクセント問題とかで一問間違えて198とか6とかっていうの、点とか、うん、結構それで、まあ、余裕だと思って、それこそセンターの対策全然やってなかったですね、英語に関しては、うんうんうん、でそしたら蓋開けたらボロボロ落としたんです。今まで196とか8が取ったのに、うん、逆に言うとその長文で落とすってことは僕は想定しなかったんですよ。あー、そうだよね、想定してなかったから、なんかこれはこういう問題だっていうふうに思っちゃって、うん、どういうことかっていうと、4番の B の問題で、じゃあチラシの問題じゃないですか。あー、はい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 。で、この辺はこういうところを情報を抜き出せばいいんだなっていうふうにもう、うん、はい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 みたいな感じで取ってたら、右下にめっちゃ大事な情報あったんですよ。なんか1個買ったら1個無料みたいな。うわ、めっちゃされちゃった。超大事。ここになってる、出てきてるってことは絶対もう問題に関係するじゃないですか。それ見落としてて、後で見た瞬間も青ざめたんですよ。確かにここ書いてあるじゃん。しかもだって当時5点とか6点とかだから、え、それ何問ぐらい落としたの？それで なんかそれだけじゃなかったんですよ。それ以外にもここ、こういうことでしょみたいなことを思ったら、めちゃめちゃ重要なことを見逃してるとか、こう全然考えてないです、そんなこと。そんなこと起こるなんて想定してないから、まあ普通にね、いつも通りいつも通りにやろうと思ったら失敗したっていうことはあって、で、それはね、結構その予兆はあったんですよ。えぇ、マジでみんなにびっくりされるんですけど、僕あの最初社会からね、始まるじゃないですか。確かに社会1時間遅延したんですよ、始まる開始時刻が。これどういうことかっていうと、その電車が止まっちゃって、はいはいはい、それで開始の時間になったはずなのに、なんか始まりませんみたいな、まだ始まりませんみたいな、その間こういうね、参考書とかみんな守ってるじゃないですか、うんうん、開いちゃいけないんですよ。え、嘘、他の会場の人は始めてるからこういうの見ちゃいけなくて、でじゃあ僕何してたかっていうと、ずっとから壁のなんか穴を数えてそれ見て1個2個3個いや、それぐらい、それぐらいしかやることないんですよ、本当に。1時間ですよ、1時間待たされて、しかも本番一番最初やん、そうそうそう、ただもう最初からもう9時、もうええスタートダッシュとかもう始まる前にスタートがないみたいな感じですね。やばいね、リアルやね、そこは。それもその開始時間が結局いつから開始されるかって教えてくれないんですよ、まだ決まってませんみたいな。じゃあもうひとまずもう待機しといて、本当にもうこれで壁をみたいな、壁、この天井、こっちの壁みたいな、そんなことしかすることなかったですね。そうなんや。
そしたらそれが影響したのかよくわかんないんですけど、それ社会の問題で、うん、今まで模試でマークミスしたことなかったんですよ。逆にしたことあります？マークミス、まあけど俺もあんまりないですよね。そうだからないっていうふうに思って、俺が知るわけないってみんな大体思ってると思うんですよ。でそんなことするやつバカじゃんみたいなバカじゃねみたいな感じで思ってると思うんですけど、いややばいんですよ実は。でそういうふうにマークミスしないって思い込んでると、僕も思い込んだんですね、うん、そしたら本番社会でやってて、で終わってくださいだからです、ね、ペン置いてくださいって言ってペン置きました。見るじゃないですか自分の回答、1個空いてるんですよ。企業なんか何も選んでないところがあって、言った空欄があるの、ね、そう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 、黒黒黒黒黒白みたいな、黒黒しかも途中でやるから途中やばいって思って、まあそれは結局選び忘れてたんですね。あーそれずれたことじゃなくて、選び忘れたからその一問をね、まあ、捨てちゃったっていうことはまあありますけど、まあ、それで済んだからまだ良かったんですけど、本当焦りました。しょっぱなのカモから時間待たされて、ね、あの日あの一日やばいですもん確かに社会国語英語でね、想定外想定外想定外みたいなね、想定外に連続でしたね。そっか確かに、けど普通の模試とかだったら今まではそんなことなく順調にいけてたんだから、そう失敗、あらゆる失敗を想定してないからこそ失敗が起こった時めっちゃ焦るんですよ。あ自分にはこんなことが起こるなんてありえないって思ってるのに、実際そうなったから、だからそう、この施設は選択もあって、そういうことを失敗してないって思って思い込んでる人、失敗、これは失敗しないぞと思ってる人ほどやばいっていうのはあります。多分これ見てるね、受験生の本当視聴者の中にもいると思います。センターは正直、これ英語とかに余裕だろう。そうそうそう。けどそんなこともあるんだよ。逆にセンターっていうのはもはや基礎的な学力を測る場だけじゃないんですよ。学力があっても点数を開けたらいろいろやらかしてるとか全然ありえるんですよ。はいはいはい。だから学力を今の、ね、時期は学力を身につけるだけが大事なことじゃ、センターを失敗したために大事なことじゃなくて、本番と同じようにやるというか、本番のあらゆること、いろんなことを想定してできるかっていうのは一つの勝負だと思います。それこそマークミスとかも、結局僕いつもマークする練習してなかったんです。ただそうあー分かります。センターの本番の紙に1番に丸つけ2番に丸つけってことやったんですけど、でそうすると絶対怒らないじゃないですか、マークミスがね、うん、でも別にマークの紙ってあるじゃないですか、本番についてるじゃないですか、それ使えばいいんですよ。でそれが本番なわけですから、確かに確かに、それが本番で使われるのに、それ使わずになんかいつもと違うことやったりとか、本番と違うこと、例えば本番は全部80分で英語だったら解くのに、なんか長文だけ20分測ってここだけやって、あ長文だけやればいいだとか思ってる人は、例えば時間でミスるってこともありえるし、うん、よろしくお願いします。確か俺の時とか国語がね、源氏物語が出たの、あれでみんながドバーって言って、そう本当にみんな涙目だったんですけど、確かにそれも本当に言えます。魔物が住んでるというか、でも古文はこれだけ取れると思ってるっていう人ほど失敗するんですよ。それ難しかった時に、あやばいってめちゃくちゃ焦る。時間もどんどんかけてもかけても取れないし、だから古文で俺はもう稼ぐんだと思ってる人ほどやばいんですよ。古文で稼げないっていうことも想定してないから、そうなった時の戦略がもうすぐに切り替えられなくなっちゃうんです、ね、そうかそうか。なんかもう一つのことにこれやるってやっちゃってしまうと、もう柔軟に対応できないというか、もちろん目標設定すらすごく大事なんですよ、うんうん、僕だったら東大とかだったらよく言うのは5級は以上、まあ、取りましょうっていうか、でそれはもちろんね、目標として持つはめちゃめちゃ大事なんですけど、できるまで取れなかった時のことを考えておかないといけないっていうのは一つあると思います。逆に僕はそれ、まあ、一応考えてはいて、できるまで取れなかったらそれはもう諦めて、センターは別に東大はそんなに重要ではない、そうね、圧縮される、ね、結果圧縮されるので、もう2次でね、2次をしっかり戦える学力は身につけてきてるつもり、そういう戦略で来てましたから、逆にすぐ切り替えられたんですよ。でそこでなんかね、また僕失敗しなかったら、センターで失敗しなかったら、失敗しない連続のまんまなんか行って、結局2次で失敗してた気もする。そうか、天狗になってね、あれならいけるいけるって思ったら、ほんまにそれ一番いいだと思います。じゃあ逆にそのセンターの失敗が言うたら今のアイドルを支える。そうですね、まあ、そこそセンターの失敗を生かして2次ではどうしようっていうのもいろいろ考えてはいたので、まあ、そこそしっかり問題見るとかも、めちゃくちゃ基本ですけど、その基本を忘れるんですよ本番。確かに何が起こるか本当に分からんもん、ね、そうそっかそっか。じゃあ逆にそのアイドルやっぱすごいと俺は思ったのは、センターでこう失敗してしまうとやっぱりそこを引きずってしまう人が多いと思う、ね、それはやっぱり自分でそこも戦略だって決めて、逆に切り替えたっていうのはまたね、そこは言うたら合格をの、はい、なんだろうな、もうキーになったんじゃないかな、もちろんセンターでなんかある程度本当に点数取らないと足切りの人とかもいると思うんですけれども、まあ、もちろんそういう人はめちゃめちゃ頑張ってほしいんですけど、その基本的な学力をセンター向けに身につけるっていうだけじゃなくて、本番を想定した練習がねしてほしいかなっていうふうに思いますね。それがある問題になれるというか、過去もやっぱりそのために問題をなれる、何度もなれるためにもあるので、過去ももちろんたくさん解いてほしいから、それもなんかマークシートしっかり使うとか、確かに時間はしっかり測るとか、そう、そんな当たり前のことをやってない人多いもんね。でいつもと例えば自分が例えば第5、4番から解き始めるんだったら、ずっとそういうふうにやってほしいし、そのなんかルーティンを変に崩す、そうか、人はちょっとそれはそれでやばいかもしれない、ね、そこはもう自分なりにもうルーティン決めたら、もうそこはまずそれの本番通りに練習していくですね。なるほど。
はい、まあそう、今までいろんな話を聞きましたが、特に今から、ね、使える話も多かったと思います。じゃあ最後にアイドルから何か一言メッセージがあれば。そうですね、もうあと最後はもうこれセンターまだあと何日っていうふうに言われていると思うんですけど、うん、僕からすればセンターも始まってますね。本番はおお、さっきの話と同じですけど、うん、本番と思ってね、いつもの練習に、あ、今これがもう本番ですと、うん、それでもう試験の結果決まり、入試決まりますっていうぐらいのつもりで一個一個ね、しっかり一日一日を時間を取るしかないと思いますね。確かに。あと僕もう一個言ってなかったことあるんですけど、前の席に人いたんですけど、その人後ろ振り向いたら、僕の方ですね、問題なんか渡すかなんかで後ろ振り向いたらヒゲピタ貼ってたんですやめてほしいですよ、本当に。前の人がヒゲピタで参加やってるんですよ、完全にそれ写しに来てるやん。ひどい話ですよ、これ怖、それも何が起こるか分からんもんね。だから、もう逆に言ったらそういうことがあっても動じない人にはなってほしいかなって思います。僕はそこで、はぁと何しに来てんの写すなよってめっちゃ思いましたね。それももうね、あらゆることを考えた上で、ぜひ本番、まあそれこそ今もね、本番だと思って欲しいなと思います、ね、ということでですね、まあ、いろんな話を聞きました。ぜひ、これからセンターもね近いと思うので、普段からこう本番のようにね意識してやってみてください。はい、これからねこんなこと聞きたいとか、次はこんなことをやりたいとかあれば、ぜひコメントに、そして高評価チャンネル登録もお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。初めての企画やりたいと思います。そんなもね、漢字連弾、まあ皆さんにとって一番対策しにくい漢字の子は、しかにもう全問パーフェクトできれば、まあ怖いものはないと。それでは行きましょう、レッツゴー。